ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日は。そうだな。うん、合同トライアウト。はい。プロ野球12球団合同トライアウト。そうだね。はい。はい。怒られましたけども。またね、この時期が来ましたけれども。なんかね、今年ね、うん、すごく多く、戦力外通告された人たちが多くて、うんうん、まあ、野手も相当受けるのかなと思ったら、うん、調査に入ってる人。各球団がね、まあ各球団が、うん、まあ例えばその隅田だとか、うん、まあ北条だとか、はい、桑原もそうかな、巨人のね、はい、直前でね、そうそうそう、辞退ということでね、そうだね、だからまあそういう選手はトライアウトを受けなかったね、うん、でそれ以外の人たちがまあ受けたという形になるんだけども、ね、あとはね、もうそれより前に前年度とかにね戦力外受けて、うん、まあ、BC リーグだったり別のところで野球されてる方っていうのが受けに来たというね、はい、今回は総勢参加者は58人ということでしたかね、はい、うん、まあ野手がちょっと少なかったかなという感じはしたんだけども、あれやっぱそういう風なバランスでこうなんていうの、打席に立つ機会が多かったような気がしますよね。そうそう、だからアピールの場は多いんだけどもね、逆を言うと、うん、ちょっと結果が出なかった場合は、うん、あれってなるんですかね。まあまあそれは、まあ、結果も大事なんだけども、うん、でもどういうモチベーションとだとか打席に立つ、どういう素質があるのかっていうものを、うんうんうん、やっぱ打席の中でも表現しなきゃいけないし、うん、守備についても、まあ、表現しなきゃいけないということから考えると、そうだな、ちょっとね結果にとらわれてる人たちが多かったかなっていう、うん、受けた人が、うん、まあまあまあそれもしょうがないのかなと思うけど、うん、まあただただこの寒空の中ね、うん、みんな真剣なね表情で受けてたっていうのがすごく印象だし、うん、ね、まあね、みんながみんなっていうことはないかもわからないけども、まあ、ちょっと目についた選手ね、またね、前年度もねそういったことでピックアップしていったりしたんですけど、まあね、今年もね、はい、見ていて豊さんがおって思った選手たちを紹介していきましょう。はい、ちょっとピックアップしていきたいと思います。はい、じゃあまずなんか投手と野手で分かれてますけども、分けました。はい、これはちょっとね、投手部門は7名、はい、ね、うん、まあ絶対数が多いからね、そう、まあそうなったんだけども、でこれで一応こうね豊さんの中ではちょっとグループが3つに分かれたの、そうそう、うん、まあ俺が気になった選手、うん、はまあまあ紹介していくけども、うん、まあ当確じゃないかなっていう、まあこういう選手は、うん、まあ各球団なんかこう目についたんじゃないかなっていう選手をね、うん、ちょっとピックアップしていったんだけども、はい、まあまずは渡辺、はい、まあ阪神タイガース、うん、まあ左のワンポイントとか、うん、まあ結構一軍でも投げた選手なんだけども、うん、やっぱねスライダーがいいよ、渡辺裕太投手、うん、でやっぱね他の球団にない左ピッチャー、うん、もうとにかくスライダーが得意球でね、うん、曲がり幅も大きいし、うん、まあ阪神だからクビになってるね、なるほどね、うん、他の球団行ったらちょっとまだ投げるチャンスは相当あると思うよ。例えば、まあ、例えばヤクルトだってそうだし、うんうんうん、まあ、エスコバが、まあ、仮にいなくなったとしたら、うん、DeNA とかね、うんうん、まあ、こういうピッチャーがいても面白いだろうし、うんうん、いやもう各球団変則の左っていうのは持っといて損はない、貴重ですよね、貴重貴重、うん、だからまあ年齢30にまだまだ投げれるから、うんうん、だから渡辺なんかはもう本当に取るチームがあるだろうなっていうふうには感じるね。なるほど。はい。はい、で続いて山口翔。うん。ね、元広島。今はね、日の国サラマンダーズ。サラマンダーズ。うん。に行ってるんだけど。やってるんですよね。はい。で山口もね一軍の経験があって投げたんだけども、うん、まあ戦力外になった。うん、まだ24歳。若い。ね、それで BC リーグに行って、うん、まあ投げたんだけど、うん、投げ方が変わってるわ多分。俺の印象っていうのは、うん、球持ちがすごくちょっと悪かったんだよね。なるほど。だから速いまっすぐを投げるんだけども、うん、バッターに速さを感じなかったという、うんうん、まあ、そういうピッチャーなんだけどもね、うん、今回パッと見て、はい、あ、球持ちがすごく良くなったなっていう感じがしたのね、うんうんうん、でバッターの近くにボールを持ってって投げれるように、うん、なんかなってるから、うん、今度はまっすぐがどんどん活かせてくるんじゃないかなっていうようなね、うんうん、
まあ、そんな感じがしたんだよね。なるほど、うん、だからすごく魅力的に感じた。そしたらこの1年で変わったってことですか。やっぱり変わったんだろうね。うん、まあそのやっぱこうプロの世界ってさ、やっぱここで飯を食わなきゃいけないとか、うんうん、なんかこう切迫感があると思うんだけども、うん、ただ一つランクを下げるとね、うん、まあ、ランクを下げるとっていう言い方は悪いかもわかんないけども、うん、自分が本当に力を出しやすいところに行って、うん、やっぱこうやったらできたということなんだよ。なるほど。やっぱ結果ばっかり求めてたんだと思うんだけども、でも随分変わったなっていう印象があった。ちょっとフラットな状態でっていうかに一回身を置いてっていう感じでしょうかね。まあ、そうだね。うん、で3人目は吉田亮、はい、うん、まあ、これはね聞いたことがあると思うけど、名前もねいっぱいね、うんうんうん、まあ、オリックスの投手陣の中で、まあ、溢れちゃったんだろうね。うん、だけどやっぱりね制球がいい。なるほど。うん、それと、まあ、変化球でも際どいところでストライクだとか、まあ、出し入れができるピッチャーだよね。うん、なるほど。だからまだまだできる余力が全然ある。26歳だし、うん、だからまあこのピッチャーもどうか欲しいっていう球団は絶対出てくるだろうなって思う。っていうような3名がそのね赤丸がついていて、まあ俺は頭角だと思ってるんだよね。なんか取りに来るだろうなっていうふうに思うんだよね。それでまあこれは好みの問題なんだけども、うん、吉田大輝のヤクルト、うん、ね、やっぱね制球がいいんだよ。ただね小柄なの、うん、ただ制球が疲れて悪くなった時には打たれるだろうなっていう感じがするんだよね。うん、ただ制球がいい時にはやっぱりピシャリ来ると思うよ。なるほど。だから26歳ということを考えると、うん、まだまだいけるかなっていう、うん、まあ、そんな感じがする。これで終わらせるのはもったいないなっていうような、うん、それは感じた。なるほど、はいはい、で続いて高田晃生、うん、ね、25歳楽天、うん、投げっぷりがいいんだよ、うん、ね、だから150キロ以上投げるんだけども、うん、ただなんていうのスピードガンと勝負してるっていうかさ、うん、バッターと勝負してないような感じがするんだよね。うん、だからもう少しこうスピード投げっぷりっていうよりもやっぱこうボールを意図、ボール一球投げる意図を考えて投げるようになってくるといいピッチャーになるかなっていう。機械的な感じなの。まあ、そうだね。だから思いっきりガーンって何でも投げてしまうという、まあ、そうじゃなくてなんかこうこのボールをボールにしたから次はこっちでストライクを取るという組み立てというか、うん、そういう一球一球に意図を持てるようになってくるといいピッチャーなのかなって思うよね。なるほど、うん、だからもったいないんだよね。ね、はい、はい、で高山祐希、うん、はい、25歳、元日本ハム、ね、元ということでね、ちょっと1年空いてるんですよね、はい、今年じゃないんだよね。そうだね、うん、まあそれで左ピッチャーなんだけども、うん、なんてことないピッチャーなのよ。どういうこと。もうなんかそこら辺にいるようなピッチャーなの。それはいい意味でじゃなくて、いや、よくいそうな感じ。いそうな感じ、うんうんうん、あどこでもいるピッチャーだよなって、うんうんうん、でもチェンジアップの抜けが人の倍ぐらい抜けるような感じ、うん、おじゃあそれが武器になるっていう、うん、だから、うん、どん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 インサイドの精度を右バッターの増して、うんうん、そのチェンジアップがあったら通用するっていうふうに思うの、ね、ただやっぱりさバッター3人だけしか見てないから分からないんだけど、うん、チェンジアップの抜けはこれはねかなり抜ける。じゃあかなり精度の高いというかレベルの高いチェンジアップというか、うん、チェンジアップだけはレベルが高いんだよ。だから他のボールをいかに磨いていくか、まあそうなってくると面白いなっていうね。他のボール磨くとそれもいいしチェンジアップも生きてくるってことね。もちろん生きてくる、うん、だからなんかもったいなく感じたんだよ。なるほどね。そのチェンジアップを軸にっていうよりも、うん、これを生かすために普通だったらまっすぐを磨けって言うんだけどチェンジアップもっと磨いたら面白いと思うよね。なるほど、うん、うん、で最後はい、まあ、ちょっとまた開くんだけどちょっと開いたね、うん、高橋純平、はい、俺はやっぱりさドラフトの時大人気になって、うんうん、強豪の末ソフトバンクが取ったんだよね、うんうん、で俺も姿はあんまり見なかったんだけども、はい、久しぶりに見た、うん、ねマスクはいいしなんかスター性があるんだよやっぱり、うんうんうん、まだ失われてないんだよスター性とか、うんうん、まだ輝いてますね。輝いてる、うん、ただね、うん、
まあ、投げるボールに力はあれど、うん、やっぱそれがやっぱこう請求できないと、うん、やっぱソフトバンクでは使ってくれなかったかなっていうのがすごく分かった、そこを、まあ、大きなところでしょうけど、うん、そこがね一つ成長すると大投手になる、ね、で今年覚えたね、うん、カットボールとか、うん、そういうものを試したっていうんだけど25歳まで、うん、じゃあ何をしてたんだっていうことなんだよ。だから素材があるだけにもったいないという。なるほどね。だから俺はなんかね被るのが山口と被ったんだよ。で山口は一軍の経験もあり、うん、投げた時期もあったんだけどもやっぱ BC に行ってクビになってね、うん、行って、うん、なんか投げ方が少しねやっぱこう変わって良くなったんだよすごく、うん、だから高橋純平もね、うんそういう自分ができるところ、うん、本当は平らでできるところでやって帰ってきたらどうなんだろうっていうふうには俺は感じた、ね、じゃあやっぱそういう気持ちっていうか精神的なところで一旦リセットするといいようなところがあそうだね頭もリセットされるしさ、うんうん、だからやっぱあそこもあそこにまた這い上がりたいというようなね、うん、そういう気持ちがあったら高橋純平ってねやっぱ素材的にはやっぱ素晴らしいものがある、うん、なるほどただ25歳ということはもう許してくれないよあだから一旦リセットして、うん、また来年トライアウトを受けるとか、うん、ただその日本ハムがなんか興味を持ちそうな感じはするんだよねうん、うん、田中正義というのが成功してそうですね、うん、やっぱ高橋純平もそのぐらいの力があるボールは持ってるからだから、まあ、もうひょっとしたらスター性も含めて、まあ、魅力のある選手だからどっかかかる可能性もあるということ、ね、じゃあ何かしらね例えば指導者だったり誰かがなんかこうきっかけが、ね、あれば、うん、彼はいいのかなっていうところですか、まあ、まあそうだね、うんまあ、ピッチャーはこういうところが、まあ、ちょっと目立ったかなというね、はいそんな感じがしました、はい、ちょっとさっき一つ、はい、58名って言ったんですけど間違って、はい、59名です ね, 59名ね今回の参加者ねはい、はいはいはい、はい、ということで投手はこんな感じですか、はいはいはい、野手はいはい、はい、こうなりました野手はこちら、やっぱね投手に比べて受けた人も少なかったまあ少ないしね、はい、4名、はい、そして1人当確1人当確高山、はい、阪神これはね、うん、やっぱりね別格だわおやっぱりしっかり触れて、うん、ミートができる、うん、まあこれはねやっぱり抜けてるバッティングはちゃんとね、ボールの見極めっていうところで、ね、まあまあそうだね、うん、で、塁に出たら、まあアピールしてたね、一生懸命、うん、投球もできますよみたいな、うん、あまあそういうアピールもやっぱ素敵だったし、うん、まあ高山は多分どっか取るよこれどこがいいかなっていうのありますかまあヤクルトや真中が間違えて交渉権をガッツポーズしただけに、うん、まあそれ間違えてて阪神に行ったわけだけどさ、うんまあ、ヤクルトなんか興味を示すかもわからないねなんか縁を感じるねなんか縁を感じるまた東京の人間だからね、うんうんうん、だからこっちの方にも帰ってきたいのかなっていうふうになるほどまあ思うし関東にね、うん、だからミート力、うん、まあパンチ力まあパンチ力はそんなにいらないんだけども、うん、やっぱしっかり見極めとかね、うんうん、まあそういうことができてたんで、はい、まあやっぱ高山抜けてるかなという感じがしたうん他の選手からこう比べると ね, ね、はいでうんまあ、出身はあれですね、千葉の船橋なんですね、そうだね、まあ、関東だよね、うんはいはい、日大三高でね、はい、明治という、うんはいはい、で次、うん、田中俊太、DeNA、うんまあ、この選手っていうのは、うん、やっぱどこのポジションも守れるし、うん、まあまあ重宝はできるかなといううんうん、ただこっからレギュラーとかそういうのはあまり感じないんだけどもただいて便利な選手、まあ 便利屋ってさ言葉が悪いかもわからないけども、うん、非常に貴重な存在にはなってくるような、うん、そんな感じがするんだよねどこの球団にもね、うん、言いますよねそういうで DeNA ではやっぱ林がいたりだとかさ、うん、東がいたりだとかさあとはそうだなまあ牧とか、うんまあ、そういうのもいるし、まあ、結構二遊間に人いるしね、うんまあ、サードは宮崎とかやっぱりちょっと溢れてるんだよね、うんうん、だからそういう意味では広島お兄ちゃんとこ行くか
兄弟で、ね、兄弟それも面白いですよね。そう、兄貴がバーンと言うよ、ちゃんとしろ、ちゃんとしろみたいな、うん、まあ、ちゃんとはしてる子だけどね、ね、うん、あ、お互いにとってもいいかもしれない。まあまあそうそう、だからまあチャンスはね、なくはないと思うんだよね、うんうんうん、で次、中山、はい、翔太、彼は去年も印象的でしたよ。まあそうだね、元ヤクルト、はい、うん、カチカチ君みたいなそんな感じなんだけど、ね、まあ今日ホームラン打って、うん、ただそのなんていうのかな、やっぱ当たれば飛ぶ力あるんだよ。ただね、柔軟性もったいないのが、それ昨年も多分言ってた気がする。そうだね、だから変化球にやられるケースが多い。うん、だからすごくもったいないんだよね。人もいいし真面目だしさ、あの一生懸命やる子だから何とかしてやりたいなと思うけども、どこかね、どっかね、だから今日ホームランを打ってね、あれしてるけども、そうだな、守りが特別にうまいわけでもないし、だからもったいないなと思ってさ、だからバッティングの内容なんていうのはまあこの中で比べると高山の次に良かったかな。なるほど、うん、ただやっぱこう総合的に見るとまあ代打で打てるかっていうとどうなんだっていう、なかなかね1打席でっていう結果残すの難しいしね、うん、でも1打席でもこいつ可能性があるっていう球団があるんであれば、うんうん、まあチャンスはなくはないなと思って ね、またあのね、あの雰囲気とかがね、うんうん、すごくチーム盛り上げそうな感じしますよね。まあまあそうだね、まあムードメーカーみたいなこともできるしね、うん、真面目だし、うん、もう一生懸命やるし、ね、うん、だから、まあ、どっか取ってくれるといいなというふうには思うけどもね。彼も今またあのね、火の国でやってるということでね。まあそうだね、はい、うん、で最後、まあ、西川、はい、ロッテ21歳若い、うん、今日ホームラン打った、打ちましたね、はい、まあやっぱパンチ力、うん、とかいろいろあるけど他の内容があまりにも悪すぎるというね。他の、うん、例えば40発打てるんだったら、うん、4打席に1本打ってくれれば、うんうん、別にいいよ、うん、でもそこまではあの内容を見てたら打てない、うんうん、そうなってくるともう少し精度を上げていかないといけないかなっていうふうに思う。だからもったいない21歳でね。そうですね、うん、でも可能性は十分感じる選手だけに、うん、まあね、だってで他の今そこにいる3人と比べてもダントツに若いですしね。ダントツ、うん、だから可能性はこの先もあるし、うん、まあ大学で言えば、まだね、大学3年生の年ぐらいかな、3、4年生の年だから、うん、まだまだ可能性はあるし、だからまあ声がかからなくてもまあ BC で続けてね、うん、またね、またチャンスをね伺ってほしいなっていうふうには思う、ね、なるほど、うん、まあね、寒い中ね、まあ、緊張する中、うん、なんかすごくみんな頑張ってたことが印象的に残るんだけども、はい、なんか来た、なんか来たねねえ、プチとか言ってだけど本当にやっぱり夢を諦めたらそのままで終わりだし、うん、みんなの真剣な表情がねすごく印象に残ったし、本当印象的ですよ、まあ、そうだね、うん、まあ、その中で次チャンスをつかめる人とつかめない人はいると思うけども、うん、チャンスをつかんだ人は本当にもう一度ね一からやるぐらいのつもりでやってほしいし、うんうん、まだ若い人はね BC に行ってもいいし社会人に行ってもいいし、まだまだチャンスは残されてるから、まあ、次の ね、ステージで、うん、頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。下を向かないでほしいですね、はい、まあまあ下向く必要はないし ね、これからの人生の方が長いし、うん、だから本当にね頑張ってほしいと思うし応援もしてます、はい、でもみんなが真剣な顔がね、うん、すごく印象的だったし好感持てたし、うんうん、ね、本当にお疲れ様でした。はい、ね、はい、次のステージ頑張ってくださいよ。はい、はい。